岡元教、岡元教大正14年3月25日は、日本の医師、男爵、宮中古問館、医学博士、肖像医、訓医等、津山藩士の岡誠二郎の子として、大阪の藩の倉屋敷で生まれる。父は早くに死に、母は再婚したため、親戚の岡義蔵のもとに引き取られ、養育された。明治になり上京し、大学登校に入学して、 医学を専攻し、ドイツ帝国からの親とい外国人医師であるレオポルト・ミュルレルとテオドール・ホーフマンに医学を学ぶ。1876年に東京医学校を第一期生として主席で卒業。翌年に東京大学医学部に解消された同校で助教授、教授を歴任し、大学病院内科部長を務めた。1884年、宮内省より G に任じられ、 さらに、ドイツに留学した。元教は G に任じられた、最初の東大医学部の卒業生であった。1889年には在官のまま、オーストリア帝国のウィーン大学に、私費留学し、さらなる研鑽を積んだ。2年後に帰国すると職務に復帰し、広島大本営で行われた、陸軍大演習をはじめとした天皇の行行に、随行。その後 G 局長の不在中に、 局長心得に認じられるまでになった。1898年に G 局長を拝命。翌年に医学博士の学位を受け、1907年には男爵を授けられた。翌年、区内省の完成改革により G 頭となる。1912年の7月初め頃から、明治天皇がご不礼となり、東京帝国大学医学部教授の青山種道。 三浦金之助と共に治療にあたる。同年7月30日午前0時43分、明治天皇崩御。その場には、上記二人と共に立ち会い、崩御の方の連名を行った。時代が対象となると、寺頭打ちし、宮中古門館、寺医療御用係となり、屋敷も麹町区飯田町から、牛込区原町に移す。1925年には、 君一等随法賞が授与された。1925年3月25日公挙。去年74。葬儀は麻布教会で行われ、皇室から教科を受けた。墓所は青山霊園。ありがとうございます。